日本関東地方神奈川県横浜市栄区や七里や七里は横浜市栄区の町名。現行行政地名はの七里一丁目及びの七里二丁目。住居表示実施済み区域。栄区の南東部に位置する。東から南、南西にかけて上里町に食い込むように南北に長く、北西は桂台南、犬山町、上野町に接する。 南北に長く、北半分が一丁目、南半分が二丁目となっている。二丁目には、横浜市立の七里小学校があったが、2006年に、区内省との上里南小学校と統合し、旧上里南章の位置で小古小学校となった。なお、現在、旧や七里小の校舎は、横浜市ふるさと歴史財団の下部組織。 横浜市埋蔵文化財センターとなっている。南端には、横浜市スポーツ協会が運営する、栄プールがあり、隣接する上里町の横浜市資源循環局、栄工場の排熱を利用していたが、清掃工場は2001年に稼働を終了している。町内に、鉄道はなく、JR 根岸線江南台駅及び、京急本線、京急逗子線、 金沢シーサイドライン金沢八景駅へのカン中の路線バスが利用できる。地名は以前の字より取られている。1939年4月1日に横浜市戸塚区に編入され戸塚区上里町の一部となった。1972年より宅地開発が行われ上里ネオポリスを呼び神奈川県住宅供給公社上里西が 谷団地として、宅地開発が行われた。1984年7月23日に、上里町より分離しの7 1.2丁目が新設され、同時に住居表示が実施された。1986年に分区により、栄区や7里となり、現在に至る。2021年7月31日現在の、 世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。